空色さんがバンしないのが悪いということで。はい、こんにちは、です。それではいきましょう、人狼ジャッジメント。今回、市民さん、人狼に占い師、人狼師、カレート1、パイオン1、狂信者1、猫又1、呪われ1、黒猫1です。そうだね。これ、黒猫対抗で出そうだな。対抗先生が出てきそうな気がするから、まあ、生き残れはするが、呪われケアとかしたいから、グレーから行くべきかな。はい、おはよう。ヒュー、シロ。カミングアウト。ほう。え、この部屋でロケットすんの？やばいよ、もう。この部屋でロケットはマジやばいぞ。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト。え、占い 5？ 占い5草。はい。占い5だろ。メリルがヒューシロ、トーマスはメリルシロ、ゲイルはニックシロで、ニックはジェシカシロ。めちゃくちゃだな。ラーニーはチャンシロ。これ人外全部出た。4人狼、人狼2匹出るわけねえ。人狼に出たってことか。すごいね。いや、占いロラとかいらないよ。占い先とかいらないよ、これ。相互占いで OK。メリル、結果もロケット。時間守ったのはニック。トーマス、ゲイル。遅れたのはアーニー。新目ないやつだったらメリルだよね。でもさ、メリル黒で、黒出てくるか。メリル強振はあるけど、黒はなくね。いやだから、メリル黒だったとして、相方がしようとかありえなくね。いや、グレーとか見てもしょうもないで。うん、メリル黒猫でしょう。無視します。ニック釣り、今日は。カミングアウト、カミングアウト。うん、メリルな無視で。またよろしく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 。うん、ニックでいいね。どうせ、全員ローラする。つうか、ゲイル目線、ニックは、黒猫か、狂信だろ。じゃあ、メリル釣るか。ニック、ジェシカ、白やん。
メリル黒猫で見るかな。ゲイルがニック釣り拒んでるのが臭すぎる。メリル黒猫で見るなら、メリル黒猫で置けるなら他の占い全部ロラしたら勝てるぞ。というか別にメリル黒猫別にどうでもなるんだよね。どうにでもなるべ。全露出してるから。10秒前。もうリア鏡を見るとかなんでそんなことしないよ俺は。もうクロネコだったら放置でいいんだよ。もう。で、でここ強心か進化。ってことはもうそもそも強心進クロネコ。まあ釣ってけば終わりだな。でも。30秒前。仮にメリルを黒猫で置くんだったらトーマス・ゲールニック兄は何って話だもんな。いい、もうこれはもう占い全部釣ってくぞ。最終的にメリル釣ればいいから結局。猫股で事故死だってするでしょ。あとこのグレー噛んでたら。次は兄行くか。サンドラ白、アーニー白。あ、アーニー結果なし？時短するな、時短するな。アーニー突出させる。メリル市民語りじゃねえかこれ。トーマス何言ってるの。トーマス目線メリル白でしょ。ならゲイル、アーニー、ロラで終わるよね。なぜメリル釣りを押すんだ。ゲイル目線は、ゲイル目線はメリル・トーマス白でしょ。まあとりあえずアーニー釣りでいいか。まあとりあえずアーニー釣りで良いかね。ゲイル目線、ゲイル目線じゃあどうなってんの？内訳どうぞ。ジェシカ、メリル、始まる前からやばかったし、村目線、メリル釣りは飲めないはずでやろう。ん？いや、トーマス目線、黒どこ？トーマスが、ゲイル、アーニー、釣り押さないの、おかしいでしょ。で、兄釣り。ゲイル新目線も、トーマス新目線も、兄黒。カミングア
あ、ゲイルはアーニー白か。ゲイルはアーニー白か。ゲイル目線トーマス黒でしょ。もうアーニーメリルはもうあれでいいかな、ミーでいいか。これが休日のジャッジメントなんだよね。延長希望カララ、アーニーメリルどっちを釣るか。延長希望ここ人狼釣りたいから、メリルかアーニーで選ばないと無理。うん、アーニーにするか。時短でアーニー釣り、道連れで私だったりしても占いロラは絶対完遂で、それで勝てないならもう空色さんがバンしないのが悪いということで。うん、もうロラだけでいいかな。もうそれしか無理。いいね、もうロラ以外勝てない。いいね、アーニー、もう占いロラ以外しなくてよい。30秒前。あー、でも俺守りしなくてもいいかも言うて。まあそう俺が言ってるけど、まあ呪われ守りでもいいかもね。全然。まあでもな、これでも、アーニーの色見ないと負けるからな、結局。アーニーが黒とかだったらゲイル破綻させれるっしょ。まああんま意味ないんだけどね、もうほぼ。オールロラしたら勝てるはずなんだよね。で、これ強振ってこと？じゃあここは。ってことは強振と真釣って、で、じゃあゲイル、トーマス、メリルに黒黒黒猫ってことになるべ。もう占いロラする以外はもう無理だね。追えないよね。何も。ゲイルもよく白出したな、アーニーに。どういう理屈で出したんだ？アーニーに黒打たないと無理じゃねえか。まあ、でもなんかよくわからんな、これ。さあ、覚醒が入ったか否か。もうサイコロするしかないよね。サイコロギャンブルするしかないべ。こうなったら。ローラ人狼、トーマス白。なんか本当にローラ人狼臭いよな、なんか。ローラで色味、八。いや、そんなことやってる場合じゃないんですよ。結果白ね。トーマス、ゲイル、メリル、全員人外。カミングアウト。リア強推理だったらもうローラ。うん。リア強推理するなら、トーマス。もうリア強推理とか無理じゃない？え、もうリア強推理とかし始めたら、もう、何にもなんないぞ。ね、何にもなんないぞ。もう、すべてが、信用できないぞ。
ていうか、リア強推理するなら、もうサイコロでいいレベル。まあ市民仕様とかしてるからな。ローラ釣っちゃっても、とりあえずメリル行くか。なんかトーマス、シン、ガチでありそうな気がしてくるかな。今日の兵は覚醒見ないんだけど、トーマスかゲイル。メリル釣ってもいいけど、黒出るの？黒出さんとまずいぞ。トーマスはローラ黒一出てるし、仕事はある意味終わってるから、トーマス3、まあ覚醒位置は分かってはいないものの、トーマス新宿でもローラ釣ればいいからね。まあトーマスかな。いや、ローラとか釣れないから。リア卿見てたら話にならんし、占いローラ続行でトーマス。トーマスで、黒猫出たら、ゲイル新ルートで考察すればよい。30秒前だからこそトーマスでいい。トーマス仕事終わってるでしょ。トーマスしかありえないもんな。まあ、ゲイル目線黒猫、ゲイル新ルートだ。ただゲイル新ルートとか存在しないんだよな。ニックアーニーで新居いるから、ゲイル新ルートが存在しえないで、この時点でもうね、あのリア強推理が始まるんですよ。アーニーニックが、あでもこれ黒だったら、あもうこれリア強推理の開催ですね。これ多分、アーニーも、あ、多分これ、アーニー多分メリル福赤っぽいな、これ多分。アーリーメリルの福赤で多分市民が西をしたみたいなパターンか。で、ここでどこを噛むか。猫股で事故ってくれるのを想定するしかないかな。狂信が解けてるんだよね。狂信と市民が解けて、狂信市民シンが釣れたのか。多分、ローラ黒はガチっぽい感じがするな。ただ、そうなると。ようそこ噛んだな。パン屋か。うん、ゲイル結果は？メリ黒。ちなみにトーマス白、つまり、
兄がリア教市民。うん、多分トーマス、メリル、これ服赤とかじゃないかな。どちらにせよゲイルかメリル入れざるを得ない。カミングアウト。じゃあメリル入れるか。これが人狼ジャッジメントだな。すごいな。トーマス・ニック・アーニー、どこに死んだったんだろうね、これ。よろしく。多分メリル市民じゃねえかな、これ。これゲイル真の筋ないで。よろしく。待て、ゲイル真の世界線なら、トーマス・ニック・アーニーにニリア教じゃないと成立しない。トーマス・ニック・アーニーで真教、リア教で見るか、教リア教リア教で見るかの違い。よろしく。リア教はない方がおかしいんだよ。すげえな、もう人狼ジャッジメントじゃないぞこれ。サンドラもう人狼ゲームじゃないですよ。もうゲームじゃなくて、それくじ引きだよ。ゲイルは確定黒1なんだよな。黒猫1どこっていう話。ただメリル黒猫、ゲイル黒じゃないかね。メリル黒猫、ゲイル黒の推理、それ以外じゃないと。アーニー、トーマス、ニックが白だから、ゲイル黒じゃないとありえない。アーニー、トーマス、ニックに新占いいる。ニリア教では見ない。トーマスとニックは少なくとも市民語りしてる様子はなかった。ゲイル行きますか。メリル黒猫ロックで。ディア教には見ない。よってゲイル。トーマス、アーニー、ニックには、アーニーしかリア教いない。だからゲイルの意しかない。30秒前。ゲイルで白道連れなしならもう絶対に勝てない編成だな。メリルが黒猫として、たぶん福赤じゃねえかな、これ。多分福赤だな。すげえな、もうチーターまみれの。占いご使用。これで黒、白出たらもうアウツだよ、多分これ黒ね、これ黒だろ、さすがに。これ黒なんだな。でだ。で、メリル黒猫で追うんだったら、トーマス新置きしてローラ釣るとか。
多分ローラ釣りが妥当かもな。でこれで狩人でどこ噛んでくるかが、多分狩人まだいるんだおそらく。でグッチョブ出たんだよ、ゲールで黒出てて、でここで猫股で死んでくれたらまだ勝ちの目あるべ。ヒュー、これ猫股じゃねえかな。よし来た、オッケー、いいね、いいぞいいぞいいぞ。これワンチャン、ワンチャン勝利来る、来ないか。いいね、これ多分いけるぞ。まだ。ヒューが一番村目だったような気が、まあローラにするか、普通に考えたらローラかな。あーチャン黒なら、ニック強振だよね。もう狩人使用させていいかなこれ。狩人使用200で。トーマスシンならローラ黒。まあそうなんだよな。トーマスシン路線だとそうなるんだよね。似なそうだな。ニックのチャン強振初日囲いプラス、ヒュー猫股プラス、トーマスシンのローラ狼、これか。延長、延長しろ延長。だってさ、グッチョブが起きた日ってさ、フェイが噛まれる前じゃん。でフェイパン屋でしょ。カリウドいないのおかしいんだよね。絵までカリウドが死んでるとしか言いようがないんだ。絵までカリウドが死んだ説で、その後覚醒した、覚醒するんだったらローラなんだね。これで狩人が出ないのはめちゃくちゃおかしい、不自然なんだよね。めちゃくちゃ、うん、ここで狩人が出ないのがクソわけわからん。延長希望、ゲールとのつながりか。ニックの初日、違う、ニックジェシカしろか。アーニーだな、チャンシロは。ちょっとわからんな。チャンか。カミングアウト。つまり、チャンが、黒か、ヒューが黒かわからんってだけ。この場面ニックかトーマスシンしかないよね。トーマスはゲイレ釣りしてないんだよな。トーマスシン決めしするか。いやつか普通にこれ多分チャンが黒、
うん、ローラ釣りで。アーニーのノイズが入ってる時点で相当きつかったが、1分前、まあ、ローラ釣り行くか。うん、ローラ入れて終わり。サンウルフだったんだよね、ジェシ。サン人外で 2溶けたから、多分これどうなんだろう、わかんないな、これ。30秒、これ無理だね。ダネビル市民使用した挙句に抵抗せずに死亡。10秒前、終わらなかったらメリル黒見るかな。いやこれすげえ村だったな、マジで。これ追えないわ、追えない、これ。わかんない。もうどうなってんだか。メリル黒だって全然あるもんな、これ。正直。もうむちゃくちゃアーニーが市民で使用してる時点でもう全部崩壊してる。でももうローラ入れるしかないね。正直。黒か白か。ああ、終わったな、マジで。これどうなった、どうなってるんだろう。多分ビルかサンドラが黒なのかな。それかメリルが黒か。30秒前、もう無理かな。サンドラが人狼か、多分メリル人狼かサンドラ人狼か。まあサンドラだろうけどな。普通に考えたらサンドラなんだけど、ニックが死んだったってことか。つまり初っ端なジェシカ白でトーマスが、サンドラ同意しないのか。これって私目線、サンドラ黒、メリル黒猫入れても勝ち目ないので、メリル黒ラストチャンス、メリル黒エマ黒猫見てもうメリル入れますね。いや、リア強推理ってしてたのがこいつだったか。サンドラが黒か、リア強追わなきゃダメだよって言い続けてたやつが。これ内訳どうなってんだこれ。トーマスが強心で、ニックが死んで、アーニーは何でもなくて、でメリルが黒猫ってことか。相当厳しかったなこれ。ローラも厳しかったし、相当すごい部屋だったぞ。ニック、エマ、カリウド。おい、ビル、カリウドだったら出ろよ。マジ？マジか。あそこ出てくれたら、まだ良かったのに。すげえな、これ。アーニー市民がもう出たのか。猫股が？ヒューか。だね、無理かな。結局リア強なんか追ってたら無理だもんな。いや嘘嘘嘘、サンドラふざけんな。そんなジェシカグッジョブなんかねえだろ、そんなの。ビルしか噛まないから、あの場面。
やー、アーニーがきついよね。そのアーニーがきついんだって。市民が占い師をした時点でもう勝てないからな。いや、GG だな、これ。これ、メリルも釣れないからな。結局、トーマスもゲイルもニックも、フラットだからね。黒を釣ってたら勝てる。メリル黒猫で見て釣るの？うん、それだね。それだね、ヒューの。うん、脳死。脳死ニック釣りとかではないぞ。どちらにせよ無理だな。トーマスは初日メリル白か。強心は囲ってないのか。いやーでも黒猫初動で釣って猫股取られるのも無理だったんだよね。いや黒猫初日釣りはしないでよかったと思うわ。理由だけど、黒猫、道連れ、ジェシカとか猫股なら、もう、絶対に勝てない。そうだな、アーニーが出て、アーニーが出なければ、やってないな。運ゲーになるんだよね。メリル釣りした時点で、もう、運ゲーなんだよね。で、黒が西をしてる、盤面で無駄に運ゲーする意味ないからね、普通に考えると。メリル黒猫ロックで順当に釣れば勝てるゲーム。みんなはこのジャッジメントをどう思う？空色、なんとかしてくれ。じゃあ。